店舗窓口での申し込み受付業務における免許証認識ライブラリーのお役立ちシーンをご紹介します。本動画では窓口で申し込みを受け付ける際に免許証の内容をチェックしてお客様情報をシステムへ登録する業務におけるお役立ちシーンをご紹介します。これまでは書類、免許証の受領後、免許証が有効かどうかを担当者がチェックして本人情報をシステムに手入力していました。また取扱いに注意が必要な特定情報にマスク処理を行って画像を保存していました。このような業務ではシステムへの手入力や免許証の有効性チェック、マスキング作業に時間がかかってしまっていたり、手入力の転記ミスや有効性チェックの確認ミスが発生したりすることが課題となっていました。免許証認識ライブラリーを利用することで書類、免許証の受領後、担当者が免許証を撮影またはスキャンして PC 上でワンクリックするだけで有効性チェック、システム入力、マスク処理を一括で自動処理することが可能になりました。その結果、システムへの手入力、有効性チェック、マスク処理にかかっていた手間や時間を大幅に削減することができました。さらに高精度 OCR によって人為的なミスが減り、作業の手戻りを軽減できました。次に免許証認識ライブラリーが選ばれる7つのポイントをご紹介します。1つ目のポイントは高精度な AI OCR です。 AI を利用することで 98% 以上の高い読み取り精度を実現しています。2つ目のポイントは情報漏洩リスクを軽減できることです。クラウドサービスなどの外部環境へデータを出さずに OCR 処理を行うことができるため、セキュリティに配慮したシステムの構築が可能です。3つ目のポイントは手持ち撮影に対応していることです。手持ちで撮影された画像や背景が複雑な画像も高精度に読み取りできます。例えばこのような画像でも読み取ることができます。4つ目のポイントはマスキング画像の保存です。指定した領域をマスキングした画像を保存することができます。5つ目のポイントは顔写真の保存です。自動で顔写真を検出し画像として保存できます。6つ目のポイントは免許証の整合性チェックです。住所や日付の整合性や免許証番号をチェックすることが可能なため、いたずら画像のチェックや OCR 結果が正しいかどうかをチェックすることができます。7つ目のポイントは幅広い本人確認書類に対応した製品を提供していることです。パナソニックでは免許証以外にマイナンバーカードや健康保険証など幅広い本人確認書類に対応した製品をご提供しています。無料体験版でお試しいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。パナソニック。